標準的な直立型の超低温冷凍庫。超低温冷凍庫は内容物をマイナス40摂氏86度の間で保管する冷蔵庫である。別名として超低温フリーザー、ディープフリーザー、ウルトフリーザー、マイナス摂氏80度冷凍庫とも呼ばれる。直立型とチェスト型がある。 摂取80度冷凍庫にサンプルを入れる科学者、標準的な冷蔵庫や冷凍庫を使用してマイナス20摂取4度、マイナス4カ子39度で短期的にサンプルを保管するのとは、対照的に多くの分子生物学やライフサイエンス研究室では DNA、RNA、タンパク質、細胞抽出物、試薬などの生物学的サンプルの長期保管が必要になる場合がある。 サンプルが損傷するリスクを減らすために、これらの種類のサンプルはマイナス80摂氏86度の極低温を必要とする。細胞は液体窒素のタンクで引く摂氏196度で保管される。極低温チェスト型冷凍機は引く摂氏150度までの温度を達成でき、液体窒素のバックアップを持つ場合がある。超低温冷凍庫内のサンプルはポリマーチューブや マイクロチューブで保存されることがよくある。通常、これらのマイクロチューブは64本、81本、100本が段ボールやポリマー製の箱の中に格子状に配置される。標準的な超低温冷凍庫では約350から450箱のマイクロチューブを収納することができる。実験室の冷凍庫でサンプルを保管するために一般的に使用される。 ボックスライフサイエンス以外では、マグロ量において、超低温冷凍庫の使用が必須である。超低温冷凍庫には通常、冷凍庫が故障した際に指定された関係者に、リモートで警報する、警報システムが装備されている。プルダウン時間は、超低温冷凍庫を外気温度からマイナス80、摂取86度の指定温度まで冷却するのに、必要な時間として定義される。この時間は、 断熱材の種類、コンプレッサーシステムの効率、フリーザー内に設置された金属製の棚に大きく依存している。21世紀の初めに超低温冷凍庫は3から5時間以内に冷却することができた。暖気時間は通常1、摂氏8度、分である。低温によって超低温冷凍庫は大量の電気エネルギーを消費するため運用コストが高くなる。 2010年、スタンフォード大学には2000台以上の超低温冷凍庫が設置され、そのエネルギー消費量は、推定400億バイト TU で、年間560万ドルのコストがかかっていた。しかし、最新の超低温冷凍庫では、消費電力が少ない。近年、一部の研究者は、エネルギーを節約し、冷凍庫のコンプレッサーの摩耗を減らすために、 研究室が冷凍庫の低く摂取80度ではなく低く摂取70度に設定することを提案し始めている。冷凍庫の容量、ドア開放の頻度、そしてサンプル数に応じてエネルギー消費量は約1 1アワー日からそれ以上になる。エネルギー消費を削減するために断熱材を可能な限り効率的にする必要がある。内側にもう一枚のドアを追加することで メインドアを開ける際の温度損失を軽減できる。超低温冷凍庫内の着氷を最小限に抑える必要がある。最新の超低温冷凍庫はコンプレッサーとファンの両方にか変速ドライブを採用している。これによりエネルギー消費量はさらに30%削減され通常 8.5kWh 日となっている。カスケード冷凍システムを採用した。 超低温冷凍庫は家庭用冷蔵庫の最大20倍のエネルギーフットプリントを使用し温室効果ガス流体を使用して冷凍している。最新の超低温冷凍庫は HC ガス混合物を採用している。これにより従来の CFC または HFC ガス冷凍庫に比べて効率が最大30%向上した。2サイクルカスケード冷凍プロセスの概略図。 ありがとうございます。